一口駅名解説へようこそ。今回は、中央線の、立川駅、の名前の由来について解説していくよ。とは言っても、立川の由来も複数あって、正確なことは分かっていないよ。今回は代表的な5つの説を猛スピードで紹介するよ。一つ目は、立川あたりでは玉川が多摩丘陵に対して縦に流れていたから、縦の川、と呼ばれていたことに由来する説だよ。これは、奈良時代の行政区分の一つとして置かれた、武蔵の国の国府から眺めた感想らしいね。二つ目は、立川にあるお寺、不祭寺にお屋敷があったので、立川、と呼ばれたことに由来する説だよ。三つ目は、平安時代から室町時代にかけて力を持っていた豪族である、立川氏が住んでいたからという説だよ。ちなみに、さっき出てきた不祭寺は、立川氏が建てたお寺だよ。四つ目は、玉川の浅瀬の流れが速かったことから、打撃川と呼ばれたことに由来する説だよ。そして五つ目は、東にある川のことを、立の川と呼んだことに由来する説だよ。駆け足での紹介となってしまったけど、どうだったかな。ちなみに、立川の発展について紹介する動画が近々上がるので、どうぞご覧ください。一口駅名解説、今回はこれで終点だよ。次の駅もお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。